ジャンクヤードドッグ、ザ・ジャンクヤードドッグ、ザ・ジャンクヤードドッグ、本名、シルベステル・リッター、1952年12月13日から1998年6月2日、は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州、ウェイズボロ出身のアフリカ系アメリカ人。通称ジト、1980年代を前世紀に、 WWF や南部エリアを中心に活躍、陽気なキャラクターを持つベビーフェイスのブルーファイターとして、主に子供の観客からの人気を集めた。地元ノースカロライナのファイエットビル州立大学では、アメリカンフットボールの選手として活躍し、オールアメリカンに二度選ばれている。卒業後は、NFL のグリーンベイパッカーズに、ドラフト指名されるが、トレーニングキャンプで膝を故障し、 プロレスラーに転校。黒人レスラーのソニーキングのトレーニングを受け、1977年に、テネシーのウィミットアメリカ地区にて、リロイロチェスター、ルロワロチェスターのリングネームでデビューする。ジップシー・ジョーとタッグを組むなど、当時はヒールのポジションで活動していた。1978年、テネシーと提携していたカナダ・カルガリーのスタンピードレスリングへの参戦を機に、 ビッグダディリッター、ビッグダディリッターと改名。1979年4月にはこのリングネームで国際プロレスに初来日している。スーパースタービリー・グラハム、ジプシー・ジョー、キラー・ブルックス、上田・馬之助、マサ・サイトなどの大物選手が同時参加していたため、タイトルへの挑戦権は与えられなかったものの、大き金太郎張りの一方に足ずつきを武器に、後輩とを展開した。 来日の前年、海外武者修行で、カルガリーに遠征していた、アシュラ、ハラトの試合も東京12チャンネルの国際プロレスアワーで放送されている。カルガリーでは、ジェイクロバーツらを破り、同地区のフラッグシップタイトルだった、北米ヘビー級王座を二度にわたって獲得。ミスターヒト、ギルヘイズ、ジム・ナイドハート、レオ・バーク、さらには、ジンキニスキーなどを相手に防衛戦を行い、 タックでは後に WWF でもサーキットを共にするダイナマイトキットと組んで活躍した。1980年よりルイジアナ、ミシシッピ、オクラホマ、アーカンソーの4州をサーキットエリアとするビルワット主催のムズウィに定着。ワットのアイデアでリングネームをジャンクヤードドック、ジットと改めブルーカラーのイメージを強調したキャラクターに変身する。 彼が鎖の繋がれた首輪をつけて登場すると、観客は一斉に犬の吠え声を真似てこう。異色のベビ,ビーフェイスとして、アーニー・ラット、デロイ・ブラウン、ファビュラス・フリーバーズ、ブル・ラモス、ボブ・ループ、テッド・デビアス、ジム・ドゥガン、カマラ、ブッチ・リード、ザ・グレート・カブキラと構想し、同地区認定のタイトルを再三獲得、南部マットを代表する黒人スターとなった。ファイトスタイルは、 直線的なラフパワーが主体で、キング・コング・バンディや、ワンマン・ニャングなどのスーパーヘビー級の巨漢を、ボディスラブで投げたこともある。また、現在のハードコアレスリングにも通じる、ゲット・ストリート・ファイト、双方の首を、チェーンで繋いで行うドッグカラーマッチなどの、荒っぽい試合でも、本領を発揮、喧嘩ファイトの強さを見せた。一時、スタッカーリー。 スタガーリーを名乗り覆面レスラーに変身したこともある。1984年、WWF と契約。ハルク・ホーガンの盟友となり、クレッグ・バレンタイン、アドリアン・アドニス、テリー・ファンクなどのヒール勢と構想を展開、メキシコ系のティト・サンタナや、東洋系のリッキー・スティム・ボートとのマイノリティ同士のタッグチームでも人気を博した。コンバットスタイルになって、 サージェントスローターのパートナーを務めたこともある。1985年11月7日の PPV、ザレスリングクラシックでは、ワンナイトトーナメントに出場し、決勝戦でランディ・サベージを破り優勝。1987年は、ハーリー・レースとのキング・ダイ・ドックの構想アングルを繰り広げ、93,173人の体幹集を集めたレッスルマニア3にて、 決着戦が行われた。1988年末に WWF を離れ、翌1989年からは WCW に移籍。当時、WCW の管理下にあったリック・フレアノンウィ、世界ヘビー級王座にも挑戦している。1992年には、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催していた、メンフィスのアスワに参戦し、9月21日に、 エディ・ギルバートから明日は統一世界ヘビー級王座をダッシュした。その後も各地のインディー団体に大物ゲストとして出場していたが、1998年6月2日、交通事故で死去。その功績を称え、没後の2004年に WWE 殿堂に迎えられた。殿堂入りのインダクターは、かつてムズウィで黒人ディスラー同士の構想を展開した。 アーニー・ラットが務めた。検証セレモニーには、娘のラットやリッターが出席。翌3月14日のレッスルマニア XX で彼女が紹介された際、観客はジットの選手時代と同様に犬の吠え声を上げて歓迎した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。